どうもこんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテムはですね、シャツについてしまった瞬間接着剤のシミを取るというような内容でございます。これは厄介ですよ。襟の後ろのところとね、首のところに、ついてるわけなんですけど、まあシミの大きさ的にはね、そんなバカでかいわけではないですよ。でもすごく小さいかと言われればそうじゃないですよ。まあちゃんと見えるようなねシミですし、今ねこんなように濡れたようなね黒っぽい状態になってますが、これ洗うとですね真っ白になりますから、まるで色が完全に抜けてしまったかのような色に見えて、洗った方が目立つので、なんとかね取りたいなというふうに思うんですよ。皮脂汚れもついてますね。問題はやっぱコスパですかね。コスパ、ポリエステル 75%、 毛 25%、 お洗濯表示ドライと水洗いというふうなことになってるんですが、いくらするんだろうというようなことで言うとですね、シミ抜き代の方が高くなってしまう可能性が大いにあるような特別なシミ抜きでございます。めちゃくちゃ時間がかかるんですよ。実際に時間がかかりました。それでもね、時間がかかっても結果を出せたのが非常にラッキーというか嬉しかったですね。まあ厳密に言えばですね、正確に言えば少し色がシミ抜きをしたことによって、しらけてしまってはいるんですよ。でも切られない状態から切られる状態にできたのは間違いないですし、まあ全然、余裕で大丈夫なんじゃないかなというふうに思います。同じ日に同じ原因でついたシミでございますので ね、もちろん薬剤の反応は同じなんですけど、まあ、薄手のところと厚手のところも違いはあるにしてもほぼほぼ同じですよ。ただね、洗浄力をある程度重視した全体処理、いわゆる丸洗いをしたら、全部一緒に取れたラッキーなんていうようなことが絶対にないシミです。 100% ないです。じゃあご家庭で何かね、ご家庭で使えるようなもの、どっかその辺でね普通に売っているものを代用してこのシミを取ることができるかと言われれば、それももうそうだな、ほぼ 100% できないんじゃないかなというふうに思いますね。もう早々に諦めて新しいものを安く入手できるんであればその方がいいんじゃないかというレベルですよ。でもそうじゃないんだというふうなことであれば、シミ抜きはさせていただくんですけど、必ず成功するのかと言われればそうじゃなくて、今回は成功しましたけど、皮脂汚れ、黒ずみ汚れの首輪を取るのとはわけが違いますよ。わけが違います。だから今回はたまたま良かったけどね、素材が違ったり、シミ抜きに強いシミが取れなければどんなシミもそうなんですけど、どん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 シミ抜きを強くしていくしかないんですけど、そのどん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 強くしても大丈夫、なんともないよというものと、そうじゃないもの、シミ抜きしにくいものってありますから、今回はたまたまねきついシミ抜きをしても大丈夫なものだったので、ちょっとね生地が荒れちゃってしらけてはいますけど、また来ていただけるんじゃないかなと思います。ありがとうございました。